皆さんこんにちは、デカ盛りハンターの海老原まよいです。前回作ったこの揚げ物だらけのギルティーチーズタッカルビ、早速いただきたいと思います。でも一回こういうのちょっと自分で作ってみたかったんですよね。すごい楽しいです今日。いや料理してる風が出ていいですね。いやすっごい量これ、やばい、今日一集中してる。いい感じ、すごい。オッケー、いただきます。もう香りからお腹が空いてしょうがないですね。とりあえずでもこの最後チーズをかけたとんかつからいただきたいと思います。前回作った時にね、もうちゃんときれいに盛り付けた後にこの黄色いチェダーチーズかなを最後入れました。よいしょ、近いちゃおう、いただきます。熱いかな。うん、揚げ物にチェダーチーズめちゃくちゃ合う。でもとんかつ自体も結構赤みが多めだからそんなにこってりって感じはしないからすごい食べやすいです。熱い熱さがやばいですね。多分あのチーズから出た油が余計に吸ってて、それがまた高温になってるんですよね。味付けはどうでしたか？いや、バッチリです。あのタッカルビのソースがちょっとこのとんかつにも染みててすごく美味しい。こってりバージョンのカツ煮を食べてるみたいな気分。チーズインカツとかはよくあったりするんで、チーズオンってあんまり私個人的に見ない気がするんですけど、オンもめっちゃ美味しい。作るの簡単だし、とんかつ作ってチーズペッてやるだけなんで、ぜひやってみてください。めっちゃ美味しい。メインのタッカルビいっちゃおうかな。まずチーズ入れずに、つけずに食べてみようかな。めっちゃプルプルしてる、美味しそう。うん、うん、味付けバッチリだ。これちょうどいい甘辛さ、辛すぎもせず甘すぎもせず、これは食欲そそるな。千葉なんか丸いチーズ消えましたね。みんな溶けた。すごい、でもなんか色がめっちゃ綺麗。こっちつけて食べちゃおうかな。もうこれ鶏肉でしょ。うわ、すごい、めっちゃ伸びる。嘘でしょ。おーい、あ、限界。もう無理です、もう無理です。腕が伸びません。たっぷりだから重いかなと思ったけど、全然そんなことないや。これ余裕で食べれちゃうな、私多分。ポテトだ。なんかポテトがすごいタレしみしみになっててめっちゃ美味しそうになってる。うん、このポテト、なかなか美味しい。合いますか？すっごい合います。しかもなんかポテト、フライドポテトがすごいしっとりになってるから、これめちゃくちゃ美味しい。しかもチーズもすごい合うし、これはギルティーですね。なんかもう美味しすぎます。このちょっとピッテリとしたチーズがまた背徳感もあるけど、やっぱ美味しいが勝っちゃう。これは止まんなくなっちゃうな。いやでもこれなんか家族、ご家族とか友達とかでもやっても楽しいかもしらん。てか多分こうやって食べるのみんなで囲んで食べるものだと思うんですけどね、絶対楽しいと思う。一人で食べても楽しいけど、大人数でやっても楽しいと思います。
食べる前もっと重くてもっと苦戦すると思ってたんですけど、自分でもびっくりするぐらいスルスル食べれますね今回。なんでですか。やっぱ愛情込めて作ったからですかね。自分で作ったやっぱね、自分で作ったからよりこう思い入れがあって食べれるのかもしれないですね。普段私は人がお店の方が作ってくださった料理とかを食べているので、よりこの感謝の気持ちというか、この量を作るだけでもめちゃくちゃ大変だったのに、毎回5キロとか6キロとかもすごい量を作ってくださって、なおかつめちゃくちゃ美味しいし盛り付けも綺麗だしっていうのを作ってくださるんで、やっぱり尊敬と感謝っていうのがすごい今回感じましたね。やっぱ料理作る人はすごいです。本当にもう一生頭が上がらないですね。まあでも美味しくできたからよかった。だいぶもう減っちゃいましたね。半分以上食べたんですけど足りない気がしてきました。お米ってあったりしますか。食べますか。食べたいです。お米食べたいです。おありがとうございます。しかも結構まあまあな量ある。すごー、やっと白米が食べられる。そうなんです。私はもう前回の王将からずっと白米を食べたいっていう夢があったんで嬉しい。ありがとうございます。ちょっと白米と一緒に食べちゃおう。白米とチーズとカルビは絶対合うでしょこれ。うん。めちゃめちゃ笑顔で、うん、うんうん、ご飯ある方なんか楽しそうで速度も上がってる感じ。やっぱね、ご飯っているんですよね。ずっと食べたかったんですよご飯を。やっと夢が叶ったんで。これは白米だ。いや、この揚げ物とチーズたっぷり食べてコーラ飲んじゃうところもやっぱギルティーですね今日は。サムネにギルティーって入ってそうですもんね。いわゆるギルティー飯ですけど、うんうん、なんか罪悪感とか背徳感みたいなのありますか。でもそんなに食べてる感じすごく油してるわけではないので、全然ただただ美味しい。揚げ物チーズですけど気のせいです。飽きてきたりしなかったですか。全然しないですね。いろんなこう具材もあるし、あとチーズつけたりとかそのままに食べたりとか、この中だけでいろんな楽しみ方ができたんで、すごく美味しい。ずっといろんな食べ方ができるっていうのが楽しいし美味しいし、なんかあっという間に食べ終わっちゃいますね。なんかよいしょ。いや寂しい。なんかホットプレートが綺麗になっちゃった。最後一口。うん。ごちそうさまでした。いやめちゃくちゃ美味しかったです。なんかご飯のおかずにもなるし、あとはなんかおつまみとかにもなるんじゃないかなって思いました。点数をつけるとしたら、はい、自分が作ったやつですか。100点満点中90点ですね。残り 10% はもう少し野菜を増やしたらよかったって思いました。
揚げ物とチーズの組み合わせめちゃくちゃ美味しいんですけど、その中にあるお野菜ってより美味しく感じるんですよね。だから逆にこのタッカルビの味付けがすごいしっかりしてるから、ちょっと苦手なお野菜とかでもこの中に入れてあげればお子さんもしかしたら食べれるかもしれないですね。すごい、ぜひこれは皆さんやっていただきたいなって思いました。本当に久しぶりに料理をしたんですが、やっぱり自分で作って食べるっていうのもすごく楽しいなと思いました。と同時に普段、料理を作ってくださる皆さんにもっと感謝をしたいなと思いました。最後にこちらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。海老原まよいでした。じゃあね。